ルピチーノさんありがとう。こんにちは。メイクするよ。おてまちゃんありがとう。前髪やり直したい。グラスさんありがとう。エビ様さんありがとう。ありがとう。いい感じ。今日はね、時間がないんですよ。タルチキ DJ ショーコロマイさん、アイスレモンさん、ありがとう。そう、時間との勝負。前髪早くやり直したい気分。こういう気分の日もあるよね。ありがとう。ありがとうございます。ます。お嬢様コーデ？普通にパジャマな着てる。顔がってことかな。ありがとう。二重顎のところを削ります。ブラックこんにちは。今日何時に起きたの？メール読んでね。ちなみに何時に起きたと思う？から起きてるんだけどね、なんでこんなにすぐことになるんだ。だいたいそういうもんなんかな。
8時10分起きてないわ。うわ、ピタリ賞の人がいる。すごい、褒めたたえよ。石川くんありがとう。ちなみに私は今日9時に起きました。9時ぴったり。石恋さんおめでとう。世界で一番大好きなんだから嘘は言わないの。よし、オーケー。ハッピージャムジャム最高、踊ろうよ。いつもの笑顔でハッピージャムジャム最高、踊ろうよ。ステップ踏めば。ガホテッドさん、タコちゃんありがとう。ララ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 、ジャムジャム最高、踊ろうよ。いつもの笑顔でハッピージャムジャム最高、なんとかだ。可愛らしい方ですね、ありがとう。ララララララ。配信しよる。今日は薄く仕上げております。配信しよる。そうなんよ、配信しようよ。ああ、私の大好きなリップ持ってくるの忘れた。オレンジっぽいリップを持ってくるの忘れて、致命的。致命だね、致命だ。リップ、悔しい悔しい。オレンジのリップを持ってくるの忘れた。ピンク系しか持ってきてない。こんにちは。ほら、バーガーティーとプラムピンク、ドレッド。悔しい。マルさんありがとう。最近買ったオレンジのやつあったのに悔しい。私唇の形実はこだわってるんですよ。実はね、こだわるのはここです。口角を上がってるように見せるのが私のポイントです。ちょっとね、ここをキュッてなるように頑張ってます。ならないんですけどね。まあそう見えたらいいなっていう自己満です。メイクもうあるんだけど、早くない？なんでこんな急いどんわです。前髪ぐらいじゃない？やっぱメイクさんのような前髪にできない私。キュンのカバーから好き、ありがとう。口角は口角。今日使うのは015番です。休憩室からありがとう。
うんうんうん、いいじゃん。ジントさんありがとう。最後に大事なのは結局まつげ、まつげがどうなるかで決まる。タンポポさんありがとう。マリさん、モンブランさん、ありがとう。昨日担当してくださったメイクさんが香川出身の方で、何度もご一緒させていただいてるんですけど、そう、いつもね、いっぱい教えてくださってやってくださるんですよ。悲しいね。そう、私卒業するんですよってさ、え？いつ？発表済みなのって言われて、え、マジって言われた。同じ香川県出身が減っちゃうねって言われ、また減っちゃうって言われた。あれ、私さ、ブラウン持ってきたと思ってたんだけど、持ってきてなさそうなんだけど、そんなことある？あった。アビ卒業するの？そうだよ。ラビありがとう。うどん毎日食べてる？おお、嬉しいね。香川県民としてその声を聞けて嬉しいよ。ブラインのマスカラを使います。見えんのかな。ブラウンです、こちらが。こいつさんありがとう。結婚はしないよ。卒業公演はするかな。自分の首もこうなっちゃう。まつげを丸めたいっていう気持ちのあまり自分の首も丸めちゃう。
が上空内、うん、芸能界も引退します。ちょっと着圧脱ごうと思ったけどちょっと難しかった。おせち早いね、そういう時期か。前髪ブーム来た今、この前髪なんかこっちの方が似合うってメイクさんに言われて、やってみようかなみたいな。でもなんか昨日とさ違くない？昨日と今日どっちがいい？薄い今日、なんか前髪おらん、やり直そうかなって気持ち。朝ごはんの梨食べるよ、アンナが食べるとこ見てて。大阪に住みたい、オズニバに来ちゃうからね。今日の好き？でも言うしかないよね、今日の好きって。なあ、チップ。これ、ウミガメです。大阪で卒業イベント、うん、それは難しいかも。瀬戸内で卒業したいね。チブくん梨好きね。梨いいよね。割とお腹いっぱいになるね、チブ。ファンサービスして、ファンサービス、かわいい。クロム大きいんですよ、チップくんこっち来てごらん、ほら大きいんですよ。なんでもユニバに行ける、確かに大阪にいたらね、いいね。梨狙われてた。昨日さ、キキッシュさんがやっててさ、エキーブさんの十秋さんかな、十秋さんかな、ごめんね、めっちゃ楽しそうで、この曲いいねって盛り上がるよね、やっぱり。え、昨日めっちゃ楽しかったくない？超楽しかったんだけど。カピさんありがとう。このメイクポーチを紹介。遠征するときはポーチで持っていくよ。これはジローのジーカーたちのポーチだよ。いい感じに可愛いんだ。そして、あ、今日の香水はいつも寝る前につけている香水なんですけど、今日はこの気分なのでこちら、ブログ更新水曜日です一応。でもちょっとね
できる日はやろうと思って、絶対やる日は決めといて、できる日他の日にもできたらいいなって感じで、爪にもちょっとつけておくのがいいらしい。知らんけど知らんけど、あ、ゴミ今ちょうどやっとったのよ。今チップなーやっとったなー、今なーチップなー。普段はこちらの香水を作ってます。ジェルスチュアートのやつなんですけど、こっちに入れてチーカーのシール貼ってるんですけど、なんか虚しいじゃん、何も貼ってないの。ガチーカー貼ってるんですけど、あはは。ちなみにこのポーチはクワッスです。ここにもクワッスつけて、クワッスまみれ。ハロウィンのクワッス持ってくるの忘れたっていう致命的な話する。魅力話。私のバッグ、最近買ったバッグなんですけど、香水っぽくない入れ物、確かに大きいよね。お財布が入っているのと、あとさっきの香水も入れてるのと、モバイルバッテリー、あとはもう私の絶対必需品、これ。これは私ないと、レッスンにもないと死んじゃうぐらい。中身はですね、じゃじゃん、マジカルチーカーの鏡と、こちら目薬です。私目乾燥しやすい、コンタクトしてるって言って、今日はカラコンなんですけど、っていうのもあってめっちゃ乾燥しやすいんですよ。でもう本当に目が開かなくなる、瞑想したくなる日が来るんです。その瞑想とかを防ぐためのポーチです。これはどこに行っても絶対必要、映画館とか絶対必要だもん。私は絶対にこれがなければダメ。あとはですね、ティッシュ、ティッシュはいつも2個持ちです。理由があって、私ちょっと鼻血が出やすいタイプだったんですよ。で最近まず出ないんですけど、でもなんかいつ何時どういうようなことが起きるかわからないじゃないですか。なのでそうしてます。これが今日のメイクポーチです。でこれもね、私のね大必需品、大必需品、これたまごっちじゃないんですよ。もうねこれハゲちゃって、ここがですか、チーカーだったんですけど、開けるとわかるチーカーなんですけど、イヤホンで、イヤホンは私の必需品。移動の時とかは絶対イヤホン必要だし、なんか時間があればイヤホンはつける、あ、移動の時ね、つけるっていうのも、ずっと音楽聴いてたりとか、あとはやっぱり多いのはなんか新幹線とかでイヤホンつけずに寝れる日もあるんですけど、だいたい最初の導入が難しいんですよ、睡眠に入るのためのイヤホンで音楽聴いて、寝れる音楽を聴いて、そこで睡眠を誘ってから寝るっていうイヤホンになってます。おいねこさんありがとう。まあ、ただ音楽聴く日もあるし、 TikTok とか見るときはもう見ちゃう、愛用 YouTube とかね、愛用これ。でもね、そろそろ新しいの欲しいよね。ここがねすごいハゲてるから、明るいと寝れない。まあわかる、私もね帽子とかを深くかぶって眠る。防犯ベルかと思った、確か防犯ベルって思われるから安全性もいいかも。なんか防犯ベル持ってるだけでさ、ちょっとはさ効果ありそうじゃん。あの子防犯ベル持ってる、やべえってならないかな。あの子は関わらんとこってなるかな。時々ね、周りがね新幹線とかちょっと探しい時とかあるじゃないですか、便利。でもこれの遮断されるんですよ、割と周りの音が。だから時々遮断されすぎちゃうこともあるから、そこが難点です。でもまあ別に新幹線の止まる音、なんだっけ、新しい曲思い出せないわ。ランドセルいける？うすつけい。あとでですね、ちょっと歯ブラシ粉を洗ったんでちょっと持ってきますね。まあ見せたことあるんですけど、会いに行こうだ、それどんな曲やったっけ、忘れた、どうやったっけな、あ、これこれ、ちょっとね、上がったんですよ。パピモッチと、パピモッチとバウンチェルがねいるやつ。これは私の必需品、歯ブラシ粉です。
ミニオリーブもいます。ミニーブ、ミニーブがいます。これ食べ物じゃないよ、チップ。ちょうどね、この手でこうやってできる優れものです。これも私の持ち歩き品です。歯ブラシを持ち歩くようになりました。普通だけど、なんかこのポケモンになってからちゃんと持ち歩くし、なんか持ち歩くっていうか、メイクポーチにいつも入れてたんですよ。けど普通に遊びに行く日も持ち歩いてる。普通なんだけどね。普通なのになんか自信満々に話してますけど。坂道さん、トラップさん、ありがとう。こだまいいよね。あ、こだまじゃないか、何やったっけ、なんかがいいよね。何やったっけな、忘れたわ。そう、今のポケモン。昨日と今日の前髪どっちがいい？昨日と今日ね。分けるのは今日なし。分けられないんですよ、なんか。今日なんでカラコンしてるの？休みだから。カラコンを消費しよう団体に入っていて、自分が持っているカラコンを消費しようっていう活動を主にしている団体なんですけど、そこに入っていて、そこで、はい、活動してて、今日は休みなので活動があります。なんか毛ついた、どこだろう。ちぶくん白くてわからん。若くなった、ウケる。今日高校生でいける。マジ休みは早く偉い、ありがとう。なんか軽くてたまらん。ここについてた。ここら辺チップくんの毛がいる気がする。でも見つからない。白くて分からん。ただ痒いだけなのか、何なのか。何のシャンプー、ブログに書くね。チョリありがとう。その団体入りたいけどカラコン持ってないや。カラコン持たないと入れない、この団体。この団体はね、カラコン持ってないと入れない団体なので。そう、ごめんね。ちなみに今日使ってるやつはなんだっけな、忘れたわ。何個か持ってるんですよ。で、なんかさ、これいいなと思って買うじゃん。で、結局さ、プライベートでしか使えないじゃん。で、プライベートでもったいないなと思って使わないの。でも、こういう時に使っていかないと、という団体。そうなんですよ、私もったいない成人が出ちゃって、今日使うのはなとかってなっちゃうんですよ。っていうのをなんか防ぐ団体で、ちゃんと消費していこうっていう団体です。まあ、なんか男性の方はカラコンない方が好きだったりとかすると思うんですけど、まあ、私としては気持ちが上がったり、あ、目が大きくなったとか、あ、合う合わないはあるけど、いや、合わないのも結局使っていきたいなと思うから、普通に使っていきたいなと思います。今日と昨日の前でどっちがいいっていうのに一人しか答えてくれなかった。おしゃれでしてほしいって。あ、そうなんじゃ。色によるよね。なんかめっちゃ、なんていうの、すごい分かりやすいやつと分かりにくいやつあるじゃん。それもあるよ、ね。なんか他人がつけてるのは違和感ないのに、自分つけたら違和感とかもあったりするから難しいよね。今日の方の好み？ありがとう。まあ、でも昨日と今日って言われたらさ、今日の方が好みっていう方が無難だよね。だってね、そういうつもりで言ってなかったらいいんだけどね。
わかんない、わかんなくなる。なんかアナちゃん昨日と今日って言ってるから、ね、一旦今日って言った方がいいよな、多分絶対今日って言った方がねいいよねみたいな考えて今日って、それか本当は昨日の方がいい、方がいいからコメントをしないだけなのか、前の前髪の方がいい、もういいからもう絶対この前髪やめてほしいと思ってるのかって思ってるのかねと思う。純粋な気持ちで言ってますか、ありがとう。あ、昨日って言ってた、ありがとう、送ってくれとったん気づかんかった、ごめん、純粋にありがとう。もうね、万人受けは難しいからね。まあ、楽な前髪にしたいってことですね。ようやくすると楽な前髪、楽な前髪とはって感じたけどさ、楽な前髪がいいよ。やっぱ朝起きたら決まっててほしいもん。ストレートにいてほしい。物によるか、物というか時と場合によるかな。私はもう超かゆいんだけど。カラーありがとう。あれか、トゥ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 アンナの声中初めて見た？あれブルーライブでやったかな、ブルーライブでなんか去年のシーンのやつでやった。え、違うか、何でやったんだろう、なんかでやった、いやそれでやった。ルーチンクッキーなかなかフリレーできなかったですね。どういうこと？セバーイブスさんありがとう。わしが、あ、そうなの、おにぎりちょっとむずいよねこれも。トントントン。マジでかゆい、何なんだろう。チップ抜けあるのか、雨太郎、明菜さんありがとう。ということで今日はそろそろ終わります。赤い、確かに、え、でも言うてそんな
アレルギー検査もう別に今したいと思ってないもういいやって感じ。今日夜配信しないかもしれない。配信見てくださりありがとうございます。では壇上を見ます。13位エビ様さん、12位リリカさん、11位カラさん、10位チョリさん、9位山田太郎さん、8位ウェイさん、7位タンポポさん、6位ボトルポテトさん、5位ジントさん、4位シコッコくん、3位オカッピさん、2位シオリンさん、1位マルさん、ありがとうございます。配信ありがとうございました。さらに向こうへブルースウルトラで平日も頑張りましょう。ありがとうございました。